澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。澤部さん、群馬大学行ってみたいと思います。今から扱う長文は内容一致問題でございますので、頑張っていきましょう。澤部さん、文章前半でございます。一読をお願いいたします。それでは先ほどの続きでございます。これ皆さん一読していただいた後に設問に行きますからね。それでは問いの一番でございます。皆さん設問の指示とですね、選択肢を眺めていただいて、で皆さんこのあたりと対応させてですね、考えていただけるとよろしいかと思います。それでは、ヒントとなりそうなところにですね、ちょっと線を引っ張ってみました。で、皆さん、そもそも、カルビン先生ですかね、と、私、との会話が繰り広げられているわけですが、私はですね、カルビン先生に、Your own experiences with robots、これを、知りたいわけですね、語ってもらいたい。そして、You and your life with robots。そして、最後は Your own story ですね。このあたりを、話していただきたい。というところで、皆さん話が展開しているはずでございますので、それで皆さん選択肢どれですかと言われたら、いけそうですね。ということで皆さん正解は2番のインタビューということでよろしいかと思います。皆さん全部引っ張ったところですよね。私は、カルミン先生にこう話しかけてですね、こういろいろ喋ってもらいたいことございますので、これで皆さんインタビューということでよろしいかと思います。で、皆さん確定した場所はと言われたら、例えば、about 前置詞の右側。そしてこれもそうですね。about 前置詞の右側。さらには、here 一般動詞の右側と考えていただいてよろしいかと思います。もちろん、文末でもあるので、情報構造バッチリです。さあ、続いて問いの2番でございます。皆さん、説明指示と選択肢ですね、眺めていただいて。で、皆さん、答え選んでいただけるとよろしいかと思いますが、皆さん、本文ですね、少し前に戻しましたので、確認お願いいたします。皆さん、ヒントの一つになるであろうところにちょっと線を引っ張ってみました。で、皆さん、彼女はですね、75歳で、そして US ロボッツ、というところで働く、社会人としての人生ですね、それが終わりに近づいております。ですから、まさに、あとはもう引退というところですね。ですから、このあたりを踏まえて選択肢選べてるんではないでしょうか。で、皆さん、もう一つのヒントはここではないかなという感じがいたします。まさに50年間ですね、彼女はロボットと一緒に働いておりましたというところです。ですから、こことこのあたりを総合して選べそうですね。で、皆さん、選択肢の一番であれば、脳をインベント、発明という話がなさそうですし、選択肢の2番なんかは、この引退というところとつながってこなさそうですね。で、3番すっ飛ばして4番もメイクスロボットということで、このあたりが書いていないかと思います。ということは、正解は3番ですよね。で、皆さん3番ですが、皆さん US ロボット社での社会人としての人生を始めたときには、25歳でしたということです。ですから、皆さん、75歳の段階で、終えようとしているわけですね。そして、何年間働いてましたかっていうと、皆さん、これ50年間ですね。ですから、75歳から50年を引いていただきますと、25歳ということですね。ですから、25歳で、このロボットと一緒に働き始めたということがわかりますので、選択肢の3番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、根拠とした場所ですが、例えばこの辺りだったら、前置詞の右側ですよね。そして、be 動詞の右側。これも皆さん、be 動詞の右側ということでよろしいかと思いますし、皆さん、正解となった選択肢も、
これですよね。 B 動詞の右側ということでバッチリです。さあ皆さん、ラストの問題行くにあたってですね、皆さんこのあたりを追加しておりますので、確認をよろしくお願いいたします。さあ皆さん、最後の問題でございます。皆さん、説明の指示とですね、選択肢お読みいただいて、で確認する場所はこのあたりでよろしいかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、説明の指示がですね、Not used ということでございますので、皆さん使われていない、まあ、本文に書かれていないものをですね、選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さん、おそらくヒントにしたであろうところにちょっと線を引っ張ってみましたが、皆さんこのあたりに書いていないものをですね、選んでいただいているかと思います。ですから正解は皆さん4番ですよね。皆さん1、2、3番はしっかり記述がありますので、自動的に4番が正解ということでよろしいかと思います。で皆さん、ヒントとしたところはどこですかと言われたら、例えばこのあたりだったら B 動詞ですよね。 A の右側、そしてこれも B 動詞の右側がヒントになっております。もちろん文末と考えていただいても情報構造バッチリです。皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、内容1問題ご覧いただきましたが、皆さん、解法はですね、私立大学と内容1問題と同じということでよろしいかと思います。ですから当然ヒントはいつも通り情報構造バッチリでございます。ただやはり練習するとすればですね、この次第であれば、Gmatch レベル、もしくはカンカン同率レベルですかね、そのあたりで練習をしていただけますとですね、当日、多少は楽になるんじゃないかという感じがいたしますので、この矢立ちとスタディの動画ですね、活用していただけると幸いでございます。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。